Yolu.
ha trovato il tuo cuore a tua posizione. E ora ti salva, che è il momento da lì, per te. E questo è, se si non hanno sentito il momento per te, ti tolgono il tuo cuore, basta un certo, ti tolgono il tuo cuore. E questo non ha trovato il tuo cuore, ti ha trovato la magia lì, se lo ti sento, non è nostro. Credo che sia occupato il mondo, vorrei che non sapessi no. Sono inutile, ma sono in un aspetto che mi dava, che la sostanza che mi chiesa lì, che mi spiega il mondo, e non ti amo se poi non ti ho fatto il tuo lavoro, come la sua vita, e per il tuo padre, e se non ti ho fatto. E se non ti intendo se non ho fatto il tuo lavoro, se non ho fatto il tuo lavoro, se non ho fatto il tuo lavoro, se non ma questo è un mio problema personale. Se non avessi richiesto, non avessi mai fatto il passaggio, 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 non avessi mai fatto il non si tiene tutta, se la vedono tutta lì, tu lo tutto, fai lo smarare, te lo tutto, perché non ci sono tutta la cosa, ti fai stare tu, se non sei da quel signore, fanno di basso. Se non sei da sola, la cosa da fare non è, se non ti darò, sto vado, e non, basta che sia vado, se non ti darò. Se non ho più lo finito a presentare, e forse lo faccio, mi sto da lì, e non vado mai, e non vado. Non so se mi sono testimoniato, ma non so cosa sono. Se lo posso dire, non so, ma per quattro anni non so se non è. Sì, a me non è mai stato. Ma anche a questo, a me non so, mi sono parito, e non mi hanno mai stato. E, non so, se non è mai mai stato, mi hanno mai stato. E se non è mai mai stato, se sono prima, sì. Se non è mai stato, se non è mai stato, non è mai stato, non è mai stato, non è mai stato. Ha fatto la storia, mi ascolta a me, mi chiede 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 a me,
Thank you.
今週も聖書の箇所をお読みいたします。一箇所ございます。まずはじめにイザヤ書52章7節から10節です。イザヤ書52章7節から10節、旧約聖書の1148ページです。旧約聖書1148ページ、イザヤ書52章7節から10節です。お読みいたします。いかも美しいことか、山々を生き守り、大知らせを伝えるものの足よ。これは平和を告げ、恵みの大知らせを伝え、使いを告げ、大きな神は大きなられた、と、死亡に向かって呼ばれる。その際に、あなたの御心が手を上げ、皆、共に喜びにたい。彼らは、物語に見る、人が死亡に耐えられるのよ。大勢の名で、共に喜びにたい。エルサレムの背景を、主はそのために慰め、エルサレムを呼び上げた。主は聖なる御宿の地球を、このような神の目に現れにされた。主の言葉で、すべての人が私たちの神の救いを仰ぐ。アーメン。続いて、マタイによる福音書28章、1節から10節です。マタイの福音書28章1節から10節、新約聖書の59ページです。新約聖書59ページ、マタイによる福音書28章1節から10節、お読みいたします。さて、完熟度が終わって今日の初めの日、明け方にマグダラのマリアと、もう一人のマリアが他に行った。すると、大きな地震が起こった。主の天使が天から下って来ており、一緒に息を転がし、その上に座ったのである。その姿は、稲妻のように輝き、子供は雪のように白かった。天帝たちは、恐ろしさのあまり震え上がり、死人のようになった。天使は、夫人たちに言った。恐れることはない。十字架につけられたイエスを探しているのだろうが、あの方はここまでおられない。神と言われており、復活なさったのだ。さあ、遺体の横あった場所を見なさい。それから、一人で行って、弟子たちにこう告げなさい。あの方は、主婦の中から復活された。そして、あなた方を呼び先に、ガリラヤに行かれる。そこで、お目をかかれる。確かに、あなた方を伝えました。夫人たちは、恐れながらも、大いに喜び、一緒の時を立ったり、弟子たちのために、それぞれために走っていった。すると、ヨースが行き止めっていて、おはようと言われたので、夫人たちが聞き寄り、ヨースの足を抱き、その前にひれ伏した。ヨースは言われた。私のことはない。言って、私の兄弟たちに、私のことを言いなさい。そこで、私に会うことになる。アーメン。素晴らしいですね。私は洗礼式のある時のですね、説教というのは非常に心が本当にやりたくないんです。せっかくの感動と喜びの後にですね、
しなければならないというのは話したいことですが、しかし本当に神様は私たちに時を与えてくださったなら、用意していた説教の内容が、宣教の内容がお二人の信仰告白で全部意識されていたことを感じております。そして何よりも本当に皆さんのお二人がですね、たくさんの神様の本当にお導きを覚えていること、そして最後にあります、皆さんのお祈りを、自分に対しての祈りを本当に心深く刻んでおられることを覚えて、心が本当に豊かにされていきます。いやこれでね、田中さんの、もう本当に、陽子さんもですね、いや身分で、ね、全部聞きたいことを全部ね聞いてしまったっていうか、もう人生で、ね、今まで多分きっと20年暮らしていたわけですから、そうするとね、いっぱいいろんなことあったと思います。これで全部神様、ね、ありがとうございます。そして田中さんの本当にお孫さんとね、言ってもいいぐらいの私の里道さんのね、これからの若々しいね人生に対する思い、そしてまた人と比べて歩む、そんな自分自身の中で神様がどんな私を愛していてくださると、そのことをね、一緒にそのこのことを通して覚えていく、そして新たなこれからの人生を歩むことができるように導かれているということは、なんと大きな幸いでしょうか。リッチさんは、ね、おじいちゃんおばあちゃんが言ってどうだろうって言ってですね、進めてくださいました。やっぱり、先ほど総理さんもそうでありましたけども、神のなさることは皆その時にかなって美しいっていうね、その時でなければならない、その祝福を神様は全部用意していてください。後でお話ししようと思ったことを全部、田中総理さんも言ってくれましたけれども、お嬢さんのそのがんのこともですね、いやそしたら、いや大丈夫だ、神様は耐えられないような試験に合わせることはなさらず、試練とともにそれを逃れる道も与えてくださると聖書に書いてありますから、と神様に対する信頼をね、お示しくださった、その中でいや本当にあの時がもしなかったならどうなってたかわからない、そんな風に思いますよね。一つ一つが神様の愛のご計画の中にということが、本当に本当に私たち一人一人ね、まだ洗礼を受けていらっしゃらない方がこの中に何人もおられますけれども、どうぞ神様の愛のご滞在を信じてですね、神様あなたと一緒に歩んでまいります、こういう風に呼吸をしていただければな、一言だけお祈りします。神様、拙いものが御言葉を送りつけます、この素晴らしい恵みの時をありがとうございます。共同に今とたあなたご自身の復活の命に触れるものとしてください。イエス様の名前によってお祈りをいたします。アメン。さて、復活と言いますと死から命への出来事でありますが、私たちこうキリストの復活というとですね、あんまりそんなことは考えませんが、復活といったらそうですね、元に帰るというね、復興とか復活っていうのは元に帰るということですよね。私たちが復活した元の命に帰る、ね、ところがそれはね、聖書における復活とはちょっと違うように思いますね。なぜならばこの聖書における復活というのはね、元の私に帰るのではないの、敗者復活の復活ではないんですね。そうではなくて、新しい命、すなわち誕生なんですよ。誕生。それの方が、ですから、キリスト教的な言葉で言えば、新生と言ったらいいんでしょうかね。新しく生きる。私は今、このところにおいて、そのことをですね、深く感じております。誕生なんだな。で、落っこちたところに帰るんじゃない。復活がよくわからないという人たちがおりますけれども、私たちはこの世界に誕生しました。しかしそれは、聖書にありますように、無から有を創造される神様の御手の中に生まれたという、そのことである。
で、この今、このイエス・キリストの十字架と復活の出来事、それはイエス様ご自身がまた復活される新しいご自身の命に生きられるというそのことを通して、このイエス・キリストの今一度の真実の誕生においてと言ったらいいでしょうか、保証そして実現されている、それがキリストの復活の信仰、恵みの信仰だろうと思います。恵みの信仰、私たちはいろんなことを考えます、ね、ともかく一生懸命、今は健康志向で一生懸命健康のこと、悪くならないように、病気にならないようにと、そのようにさまざま考えますが、それが目的にはなりません、ね、健康であることが目的、ありえない違うのだろうと思います。そしてもし健康だけが目的になったら、健康が消えてしまうときに、健康が保障されないような、そのような状態になっていったときに、私たちは絶望するしかない。しかし人生誕生の信仰というのは、元に戻れるという希望にではない、今いる世界から生まれていく信仰、新しい世界、神の国を生きる信仰ということであろうかと思います。新しいレベルでのその誕生、それがこの復活であります。先ほどの中にもありましたように、病気になる、それは大変なことです。チャンスを逃す、落ちる、就職ができない、いろんなことがある。しかし、そのことがですね、私たちをくじけさせるものではありません。実は、今に恵みが与えられている。私たちは、本当に自分の思っている一つの思いが実現されないときに行こうと思いますが、実は、それは先ほどの田中さんの信仰告白の中にもありましたけれども、その一つの病気を通してすら、神様ご自身が恵みを表される。その来週はですね、波岡の実は一週遅れて波岡で、洗礼式が、一人の方の洗礼式が執り行われます。その方は、この会堂が建って、ちょっと間もなくしてからですね、この教会にボンジョイというですね、実は会社が立ち上がります。インターネットの主に、ことをする会社でしたけれども、そこでですね、スタッフとして働いておられた方です。福田雅子さんという方が洗礼を受けられるんですけれども、この福田さんはいろんな中で初めて教会に来てですね、ここで仕事をするようになって、神様と出会いながら、しばらくの間、そんなにたくさんは終わってからですね、ここでの仕事を終えてからはそんなにたくさん来ませんでしたけれども、折に触れて時々ですね、教会に来て、そして働いている中でですね、目がだんだんと見えなくなってきて、悪くなってきてですね、病気になります。それで、いろいろ考えた末、盲学校に行くようになります。知らないですね。そしてあっという間に3年の月日が経ちますと、語学の今年は卒業ですね、新旧のマスター級の資格を取りながらですね、取って東京の方に出かけることになりました。それが決まったときに、今度礼拝に行きます、よろしくということで、電話をいただきましたですね。どうしたのかなと、何かあったかなと思ってたんですが、そうしましたら、礼拝に来てですね、一緒に波岡で礼拝を捧げておりましたときに、今までとは全く違うね、その、なんて、たたずまいなんですね、御言葉に本当にこう、心を傾けていると、一体何があるのかなと思ったら、その後で、礼拝が終わりましてから、
先生実はねっていうことで、今これから東京の方に行くんだけれども、心がね決まったと洗礼を受けたいと思ってますと、もう少し東京から帰ってきた時にでも洗礼を受けたいと思っていますからと、そんなことをお話しくださったので、いやー、岸田さん、それだったら何待つことだよ、ね、でここに関してもいらっしゃると、あなたが、ね、教会で、私たちによくしてもらってと、そんなことをみんなの祈りに加えてもらって、いや、そして何よりも三木さんと同じように神様が共にいらっしゃるということをなんとなく、いや、さっき新聞したんですよ、田中さんのね、私聞きながら、一回でも教会にね、来たことがある、説教を聞いたことがある人がね、それはね、心に残っているんだっていうね、そのことを本当に深く今、感じました。そして、そのようにして彼女の中に育てられた、その信仰の種はですね、今、新たな出発をしようと思ったときに、イエス様と一緒に生きていこうや、イエス様は私と神様は私と一緒にいてくださるという、そのことに気づいて、ということで、忘れられたらね、一緒に、洗礼の準備をしましょう、ということでですね、洗礼を受けるように、そして、私はこの目が悪くなってたら、なおね、神様が共にいてくださるということを知ることができるようになりました。見えると言い張るところにあなた方の罪が残るとイエス様がおっしゃったようにね、それこそこの人が目が見えないのは誰のせいですか、本人のせいですか、それともね、先祖の罪かと、こういうふうに聞かれたときに、本人の罪でも良心、ね、ご先祖様の罪でもない、ただ神の御業がこの人に現れる、変わらない、新しい誕生なんです。だから信仰というのは、私たちが洗礼を受けるということはそういうことだと思う。ですから私たちは時をですね、そんなにちょっと十分に分かるようになったらというのではなく、信じてその中に歩んで進む、そのことを私は本当に心にですね、今日のそのお二人の証を聞きながらも、信仰告白を聞きながらそのことを思いました。全ての時が神の祝福の時、そして全てのところから私たちの復活はイエス・キリストによって始まっていく。今日の進む先生という最近はですね、随分ベストセラーになりました、ゾーピンっていう、本が出ましたけれども、たくさんの詩集を出して、詩を書いていらっしゃる牧師でしたけれども、こんな、やまなければという詩があります。やまなければ捧げない悔い改めの祈りがあり、やまなければ消えない救いの御言葉があり、やまなければ追えない恵みの十字架があり、やまなければ信じえない癒しの奇跡がある、やまなければ受けえないいたわりの愛があり、やまなければ近づきえない強い聖壇がある、やまなければ仰ぎえない輝く御顔がある、やまなければ人間でさえ愛えない、こんな式があるのですけれども、イエス様はあの十字架の上で、十字架にいたイエス様に降りてこい、降りてこい、そうしたら信じよう、ね、そんな風に罵られ、でもイエス様は十字架から降りてきた今の私たちの命、そこに乗ったと思います。憎しみで判断していたと思います。いろんな誤った先生の解釈がありますけれども、しかし、なお、あの十字架において、イエス様が祈られた祈りは、全世界と全歴史を包んでいます。父よ、彼らを許してください。自分は何を一人に助かるのか。その愛の中に、私たちは立ち上がる勇気を与えられていくんです。本当に今、父は蘇らない。
蘇りの命をね、お二人は本当に生きていますよ。そして私たちも一人一人もその蘇りの命にね、歩むものとしての新たな歩みをこの時にしていきたいと思います。明日ではないんです。今は恵みの時、今日こそ救いの日、今日のイースター、全世界の人々と共にこのイースターを守れることを感謝します。あのイエス様の墓に行ったあの女性たちはどうしたのか、ね、ここにはおられない、墓にはいないのですもん。そして伝えなさい、弟子たちに、十二人たちに伝えたんですよ。この女の人たちはイエス様聞かせなかったんですよって、ね、当時数にも数えられなかった。そして前歴が実に大変な女性たち、最初にイエス様と出会って、もうすでにここに復活があり、そしてさらにまた新しい復活の時が私たちに与えられているということ、そしてその女性のマリアのその話を聞いて、そして弟子たちは新たな意味を始めていくように、主はよみがえられた。そして彼らはその女性たちがその復活の知らせを受けたときに弟子たちに伝えたように、弟子たちは今度全世界に向かってその御言葉を述べ伝えようとされました。恵みの主が私たちと共にいたのです。お二人の新しい誕生とともに、今ひとたび私たちも復活の主とともに新しい命で、人をもし新しく生まれれば神の国を得ることができます。私たちのしばらくの時、神様との交わりの時を。